はい、皆さんこんばんは、みなてです。スーファミ版ファイアンビルム紋章の謎のパート14ですね。南国戦争編の続きやっていきましょう。バスといらっしゃい。ワコスです。はい、サムさんいらっしゃい。さあ、続きやっていきましょうね。誰で削るかだったなぁ。426、スチュリアンで削るか。もうちょっと、あれ、何気に防御高いな。嘘ん。マジかー。7% でクリティカル引きやがった。せっかくマルスの経験値になる予定だったもん。必殺出たな、わら。出たねー。どうしようかなー。できればこの肉立てさんここに持ってきたいんだが。ちょっと、様子見るか。攻めてくるかもしれないしな。あ、こいつをここに出すっていう手もあるな。あとは動画だけか。ならいいや。できれば避けてほしいけど 1% は無理だな。え、嘘、死んだ。マジで。リカードチェー閉じったぜ。これどうすっかな。でもリカードはな、もともと2軍の予定だったからな。どうしよう、どうしよう。そしたらね、そしたらね、ちょっと待ってね。ワコス。はい、6個目さんいらっしゃい。ちょっとお待ちくださいね。今ね、とあるものを追加するんでね。まあ、リカードがいないと仲間にならないキャラがいる気はしないが。ではただユニットを動かしてるだけでも楽しいよね。最初のうちはそれでもいい。はい。ということでね、今後、これからね、追加していきましょうね。ということで、リカードさんは、このまま、死んでってもらいましょう。仕方ない。そうあるあるなリスト、笑い。なんとなくね、分かった方がいいかなと思って。ただね、こういうね、メインキャラが死んだらやり直すけどね。さすがにね。ああいう、二軍落ちしそうなキャラは、だったら、仕方ないなと思うけど。いや、まさかなあ、んなクリティカル一撃で死ぬと思わなかったなぁ。ん、再放送見たことあるけど、みんなそのリスト用意することになる、わら。まあね、なかなかね、中にはね、リセットしないよっていう人もいるだろうしね。とりあえず、あ、そういえば、こっちに、ジュリア持ってこないといけないんだったな。じゃあ、こっちにリカード持って。リカードと運命じゃなかったっけかな。あ、そうなんだ。11個目さんいらっしゃい。こっちにリカード持って
来なきゃいけなかったんだな。宝箱開いてないしな。ちょっとジュリアンを持ってこないと。あ、倒してしまった。そっか。盗賊思ったより遅いのを忘れてて。天使の子供だと。これ道具か。効果が見たい。とりあえず、ジュリアを上に持ってかないとな。盗賊に取らせたら良いんじゃない？あ、こいつに？ああ、確かにその手もあったな。すっかりその。ジュリアンは2回避けると専用のモーションが出るんだっけ？あ、そうなんだ。そんなかっこいい仕様がある。あれ？いつも味方がもうちょい硬いといいなと思ってしまうゲーム。わら、やられると悲しい。思う思う。13個目さんいらっしゃい。ちょっとね、防御で安心できんのアーマーナイトくらいだよね。ジュリアンが2回攻撃されることはまずないから、まず見れない。あ、避けるときのモーションが専用なんだ。へぇー。確かになかなか見れそうにないね。これ倒せないね。仕方ねえか。あ、ローバ先輩、どこが先輩。あなた一撃与えてもらおうか。ローバさん、この章初の攻撃だったね。反撃はしてたけど。銅が避けるとか相当だよな。俺もしてるけど、この手のゲームの楽しみ方教えてくれ。俺どうも苦手で。はい、16個目さんいらっしゃい、こんばんは。楽しみ方。楽しみ方は、なんだろうね。向き不向きはまああるとは思うので、それ以外だと、まあ、キャラに愛着を持つとかね。こういうレナ可愛いからこいつ育てようとか。あと、まあかっこいいキャラを育てるとか。かなぁ。あと逆にイケメン嫌いだから、イケメンキャラ以外を使ってやってみようとかね。17個目さんいらっしゃい、こんばんは。レナは可愛い。いろいろな種類のスクワブあるから、動画などで自分に合うの探すのも良いと思う。だね。ロボットもの好きだったらスパロボとかは楽しめるだろうし。自分はカインが好きです。そう、カインとかアベルはいいよね。強くなりそうでね。通常のアプグと違うのは大人数対戦だから対局的に見れるかどうかですかね。そうなんだよね。中断セーブできないファイアーエンブレムの時代だとかなりね、先を読んでとかね。さて。兵士の運用とかが結構、大変だったりするよね。カシムは百均まみれ。そんな設定があるの？あれ、カシム出てきたっけ？そんな人。ここ大丈夫か。カシムっていたっけ？味方にカシムいないよね。まだ仲間なってないやつか。今マップにあなたの仲間でいるでしょう。わらわら。あ、カシムってこいつか。ごめんごめん。ごめん、こいつのことすっかり忘れた。そうか、こいつカシムって名前だったな。いたいた。こんな上司嫌だ。あのね、ゴードンのね、名前はよく覚えてんだけどね。カシムはちょっとね、名前と顔がまだ一致してなかったわ。
ああ、ギリギリか。お、力。いいね。素早さ、武器レグ。HP 回った。お、そして、曲が変わったぞハーディンさんは草原の狼と言われるタケル将です。そう、ハーディンさんはね、あれは強そうだったね。かなりね。優勢局来たな。来たね。優勢になったね。やっとかって思うけど。さーて、あとこいつは釣り出してか。物語と直接関係ない汎用ユニットにも愛着湧くようになればあなたもスワプズプレイヤー、わら。そうね。リカードさんが殉職しましたのでご家族に一言お願いします。はい、立派な一撃死でした。まさか必殺一撃で行くと思わなかったしな。わらわら。ちょっとね、想定外すぎましたね。あ、で、そしてやばい。これは、オグマ死ぬんじゃないかな。これ大丈夫か？オグマ、オグマ、オグマ死んだらやり直すぞ、確実に。おー、痛ぇ、めっちゃ痛ぇ。え、ちょっと待って、あいつなんで逃げる？オグマやられたらあなた指揮官失格ですよ、わらわら。要はキャラに愛着持てと。そうだね。逃げたね。あれかな、ここに陣取ってるからかな。あ、それとも優勢。劣勢になると逃げるのかも。劣勢になったら逃げるんか。マジか、あれ追いつけねえ。追い詰めるのぜ。あ、追いつけるのかな。追いつけない気がするんだが。一応前出てみる。追いつけないよな、でも。一応道は開けといてあげよう。で、取りに、あいつ戻ってこないんだから。インピアに追われるのんだくら社会人のように追い詰めるんだ。うん、でも多分伏せききれないよな。間に合わないよね、多分。あいつの方が威力高いしな。ナバールでも追いつけないよな。逃げられる可能性が大だな。そして、シサイさん、縦にしようかと思ったけど。ワークだ。逃がしたら主さんが軍港会議だよ。でも、アイテム取られてないしな。経験値目的だけだったら、まあ一体くらいいいかなと思ってるんだけど。ダメですかね。ワープもったいなくね。アイテム取られてたら、多分。行くけどさ。その優しさが平家を滅ぼしたのぜ。そうだったっけ。さて、魔法防御。男に恩情入らん、名言。まあ、襲ってきたら倒しますけどね。で、オグマは、こいつを削ろう。え？ちょっと待って。ああ、死なないよね。クリティカル出なければ。ああ、でも 23% 結構でかいな。
ああ、珍しく出なかった。あれを誰で倒すかやなぁ、とは。とどめじゃい。とどめを、誰でやろうか。シーラでいいか。倒せるんかな。まあ一応倒せる。ワコス。はい、42個目さんいらっしゃい。俺のシーダー。シーダさんはね、この人は死んだらあかんキャラだからな。この人死んだら第2部がおかしなことになるからね。リカードさんはちょっとね、弓矢の一撃必殺を食らいまして殉職されました。リカードさんのご家族だったじゃないですか。マジか、家族来ちゃったか。あら、ちょっと想定外。まあいいか。技か、力上がってほしいんだけどね。なかなか。よっしゃ、あとはだるまですな。これ死んだ後、生き戻ることないの？この作品ではないですね。結構新しい方の作品だと、カジュアルモードとかっていうのが あるらしくて、そっちだと、次の章に行ったら、復活するみたいですけどね。あと、盗賊が、あるよ。カジュアルモードって響きがすごい、わらわら。やべ、逃げられる。あいつも宝捨てたな。そう。鳥だけだけど。あ、そうなんだ。普通の悪夢みたいに蘇生する手段はありません。わら。そうなんだよね。あれ、杖ででも、その章で復活はできるんじゃなかったっけ？なんか復活する杖なかったっけ？そしてこれも間に合わんね。間に合わんな。じゃあ、ほっとくか。え、こいつらもう間に合わないし。あー、ちょっともうちょっと。何とかの杖があったと思う。そうだよね。なんか、リバイブの杖とかっていうのが、あるんじゃなかろうか。アリクのな、レベルもうちょっと上げたかったな。方法あるよ。リセットボタン。確かにね。そうそう、方法あるよね。あ、間違えた。ターン終了してしまった。なんというもったいないことを。ジュリアンしか動かしてなかった。ああ、最後にくら。まったくもう、あ、キルソードだったのか。なるほどな。でもあれだな。ここに遠隔できるの二人しかいねえんだよな。てか、マリックここに持ってこないか。攻撃通らないんじゃねえか、これ。ちょっとマリクを動かすか。マリクで削っ、マリクで削ってか。ハートを巻きにチクチクやろうって寸法ですね。そう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 。で、誰かにアーマーキラー渡して、そいつで倒すかな。騎士道とは一体？騎士道とは、残念、騎士じゃないからね。
防御高すぎて弓じゃ攻撃通んねえだろうしな。ヒット&アウェイが理想だけど敵の攻撃も強いからね。そうそうそう、アリティアス連隊でしたっけ、なんだっけ名前グレンタイっていう名前はついてなかったと思うけど、その前がなんだっけね、アリティアだっけこの人たち。マシルベシたちでチクチクして倒すというのは？そうだね。だから今ね、ここの魔導師。人気の集まりですね。あの、唯一の魔導師のね、このマリックを今持ってきますわ。あと、何ターンくらい必要かな。でもサンダーばっかり使い続けてたらちょっともったいないよね。ブリザーとかも使っていくか。勝てば官軍、負ければ賊軍。やめろ、そうだね、63個目さんいらっしゃい。幸福を許してやれだって相手降伏しないんだもの。相手降伏してくれたら楽なんだけどね。逆らう者は皆殺しとはさすがアリティア騎士団まあね、相手が襲ってくるから仕方ないね。逃げるやつは追わないけどねさっきちょっと追ってダメだったけど、めっさ追ってましたやん、わらわらだって倒せるかなーってか、宝箱をフリーにしたら戻ってくるかなと思ったんだけどね、持ってこなかったね。追えなかった。そうそうそう。笑わ追えなかったね。ズバヤサンドスのペシリーズもキャプチャ使ってやるの？そうなんだ。それがね、ね、GBA 版は、レトロフリークとか、ゲームキューブのゲームボーイプレイヤー使えばできるんだけど、DS 系は、キャプチャーしないとダメだからね。それは私まだね、未実装なんで、やるときは買わないとだね、あれを。さすがに直撮りのは見たくないんでしょ。リトロ改造しないとな、わら。そうなんだよ、ね。リトロフリークってカセット読み込みさせられるからゲームやるとき簡単だよね。そうなんだよね。ストック、差し替えしなくて済むからね。あと内蔵電池だっけ？あれの交換は必要ないし、基本的にデータは残り続けるからね。セーブデータが吹っ飛んだとかも基本的にはないから。その点では助かるよね。あ、ただ周辺機器が使えないっていうのは。カセット半端でやっててファミコン触ってバグることもないもんね。あるある。ファミコンとかね、ちょっと、足が当たったとかで、バグるからね、あれね。さあ、やっと参りましたよ。マリックさん。ファミコンはマジでゆとり世代ですよ、年単位はすぎますよ。まあ仕方ないよね。お母さんが掃除引っ掛けてファミコンバグルあるあるでした。コードに線引っ掛けるとかね、あったねー。で、こっちが怒ると逆ギレされるっていう。終了まであと5分になりました。あんたがそんなとこでゲームしてるのが悪いんでしょうとかね、言われるからね。あれこれさ、玉座って HP 回復するの？あ、回復するんか。あの人の振動でドラゴンクエスト3のセーブ飛んだのはいい思い出。それでお父さんとお母さんが喧嘩したのは良い思い出。お父さんとお母さんが喧嘩したんか。
どうすか、これ。え、これあれか、連動でドラゴンクエスト3、笑。あるあるだから怖いな。これ、ウェンデルでも攻撃しないとダメかな。ザクザを隠すってお母さんは演出。ああ、あるねー。怖い怖い。ウェンデルも一緒に攻撃しないと回復されるな、これ。武器、交換。仕方ねえ。今だけ、返してもらおう。あれ？リンダは？リンダは、あの将軍かかってこい。知らないけど、まだ、いないんじゃないかな。見てないですね。そういうキャラの人は。あーで、最後誰で倒すかだな。まずは降伏勧告するんだ。話しかけられません。きっとね。あ、でもあれか、普通にマリックで倒せばいいんだよな。こいつレベル低いしな。というわけで、取り囲むかね。とりあえず、無意味だけど。終了まであと3分になりました。リセットボタン押しながらニコンのマイクで叫ぶと降伏するとかリセットされるとか。なんか、そういう、似たようなやつ、なんかであってん、たけしの風雲城とかそういうやつだっけ？なんか特殊な方法があるゲームがあった気がするな。何気にこっちの方は攻撃力あるんやな、やっぱり。オペリスした時ってあんな感じで攻められるな、何だね。くそ、思い上がるな。反乱軍の兵士ども、この鋼の槍を受けてみよう。遠距離からチクチクやってやるわ。無抵抗のおじさんをいじめる気持ちはどうですか？逆賊なんでね、倒しましょうね。この城乗っ取られてるからね。解放しなければならない。から仕方がない。俺は悪くねえってやつやね。あなたのお父さんの会社では、鋼ね。当たらなければどうということもねえ、笑い。そう、当たらなければどうというバランス。うちのね、お父さんは自営業ですね。まあ私も自営業なんですけどね。会社のしがらみがないですね。よくだ、奪い返しなかったね、この枠でね。町内会でいじめられる気分。話を変えてきたね。じゃあ、次枠で、このマリオネスさん倒しましょうね。ありがとう。はい、お疲れ様。次枠、良ければまた見に来てくださいね。お疲れ様でした。